対局図は、対局を表すための図案。陰陽対局図や、陰陽魚とも呼称される。駅境刑事上殿にある、駅に対局あり、これ領義を生じ、領義は四像を生じ、四像は八景を生ずに由来し、そうむや同郷において重視された。対局図は、歴史上、下記のように様々に描かれてきた。ただし、どの図においても、対局自体は、 まるで表された。終始対極図対極図が文献として確認されるのは、北宋の周頓位の表した対極図説が最初である。液境掲示上殿における対極領義音像発見に基づきつつ、音妙語行や、老子の無極を取り入れて、万物化成に至る宇宙生成モデルを表した。一番上の対極から音妙、語行、健康男女。 万物と生成される過程が描かれている。南宋の手記は、対極イコールにと定義してこの図を重視し、対極図説解を表して、朱子学を補完するための基礎文献とした。この対極図の由来については、周と運の創作とする説と先行する、同郷系統の図があったとする両説がある。周と二作とするのは、友人、反抗士が戦した。 連携先生母指名にある、最も欲命理を断じ、疫学に深く、対極図、疫説、疫通数十編を作れりという記述が元になり、手記もこれを信じた。一方、周と二作を疑うのは、南宗初の主神の、陳丹は、先天図を持って、っぱなしに伝え、方は、僕をさむに伝え、僕をさむは、理の際に伝え、の際は、 商用に伝う、僕おさむは、対極図をもって、主圧仕事外に伝え、圧仕事外は抵抗、歩道都外に伝う、という発言に基づいており、早くには、陸球淵がこれにより、主元都合森に与える書において、会議を提示している。趣旨学を批判し、交渉学を重んじた信代の受学者たちは、対極図は、周頓位の策ではなく、道教に由来すると主張した。 周伊尊は、対局図授受講において、官以来の受者たちには、液教について語っても、対局図についての言及はなく、ただ同教の、情報大道新元明行が、対局、三十五の説を表し、桃源層五女、東、職へ行き中の、玉成無極道専行に無極、対局の図があると述べた。また、高高支援は、対局図説弁、図書弁、枠などにおいて、 周とに対極図は五大松の動詞賃貸の伝えたという三つの駅図の一つ、無極図に由来するとし、また、賃貸無極図の第三層、五木朝元図は、収益三道、形に基づく、三十五、イタリセ図に、第二層の鳥寒天理図は、三道、形の、水イカ京狂わずに由来するとして、法師の連単術に基づいているとした。現在では、 この成長の学説を踏襲する人も多いが、周とに対局図が先行し、同郷で無極、対極の概念を競技に取り込んでいく過程で逆に、これらの書図が作られていったとする説も有力である。この形をした対局図は、音陽対極図、対印対極図ともいい、対極の中に音陽が生じた様子が描かれている。この図は古代中国において流行して、 道教のシンボルとなった。白黒の曲が玉を組み合わせたような衣装となっており、中国ではこれを魚の形に見立て、追い名魚と呼んでいる。黒色は影を表し右側で加工する木を意味し、白色は火を表し左側で上昇する木を意味する。魚尾から魚頭に向かって領域が広がっていくのは、それぞれの木が生まれ、徐々に盛んになっていく様子を表し、 やがて影は火を飲み込もうとし、火は影を飲み込もうとする。影が極まれば、火に変じ、火が極まれば、影に変ず。影の中央にある魚眼のような白色の点は、影中の火を示し、いくら影が強くなっても影の中に火があり、後に火に転じることを表す。火の中央の点は、同じように火中の影を示し、いくら火が強くなっても火の中に、影があり。 後に影に転じる。対極図は、これを永遠に繰り返すことを表している。魚眼の位置は、下記で述べるように古来のものでは、左右に置かれていたが、現在流行のものは、上下に置かれることが多い。これを引きわまれば、影に転じ、激わまれば、火に転ずることを表しているとするのは勘、羊猿を上下に配する先天図による、説明様式であり、 幼虫の影、影中の日とするのは、理、漢を上下に配する交点図による説明様式である。これは、事故の来地特大局図の影響を受けていると考えられる。この音苗魚の対局図の作者は分かっていない。その起源となる図について、早くに言及したものに、民発の長、兼、陸書本義がある。しかし、そこでその名称は、対局図ではなく、 天地自然の図、または天地自然下と出会った。これは参考後帝の不義が天地自然にかたどって、八揮を作ったという伝説や講画から現れた。龍馬の背にあったかとに基づいて、八揮を作ったという伝説による。長件はこの図を、蔡元貞が、諸の忍者から得て秘蔵していたもので、手記も見たことのなかったものだと述べている。その後、章の、 図書編において、個体極図の名で収録され、また超中前、同学、正宗ではこれに園内を8等分する四線の入った図を個体極図として収めた。寝台になると交渉学が流盛し、恋は、駅図名弁を表して、総学の図書宣点の学を攻撃し、これらの図は同教に由来して、儒教のものではないとする論を展開した。そして、 古代曲図は五大末の動詞賃誕が伝えたという三つの、駅図の一つ、先天図であり、連単術の基本点積、収益三道、形に由来するとした。これによりこの図は、賃誕先天図、先天対極図などとも呼ばれるようになった。現在のものは魚頭が幾何学的な半円になっているが、これらの図では、円の中央で反対側まで、 細長く伸び、互いに食い入る形になっている。また魚眼は、古い図では、円形ではなく、雫状であった。円で対極を、黒白の色で音明を、黒字と白字の配置で八形を表し、これ一つで、液響刑事上伝の、対極領域四層八形の生成論をすべて、含んでいる。ここで円内の白黒の配置は、 仏義先天八景に対応しており、円の外側に八景が一緒に描かれる図もある。このことは円内を八等分する四つの直線が描かれた、超中明の個体曲図でわかりやすく、線上の領域内で円側から先端に向かって、初項、第二項、第三項の音明が表されている。心、理、直し、犬というように大きが東北から始まり南で、 最も盛んとなる様子は、白地が、外側から内側にだんだん広がっていき、中心から真上にかけて、すべてが、白地になる様子で描かれ、辰巳、缶、牛虎、羊猿というように陰気が、西南から始まり北で最も盛んになるのは、黒地が、外側から内側にだんだんと広がっていき、中心から真下にかけて、すべてが、黒地になることで描かれる。 問題があるのは、西の関と東の利であるが、恋は、互いの魚かしら魚眼が、中央に入り込んでいることを、収益賛同、軽で、母器が、中宮野にあることと関連させ、外側の領域を無視して、中央東側の黒中白点が関を表し、中央西側の白中黒点が利を表すとした。これに対して、超恵みことは二ケだけが、 東西逆転するのはおかしく、他の六家と同様、外側から下中城の項に対応し、魚眼は、漢、李の中項ではなく、角上項の変形としている。なお、韓国では、朝鮮半島で使われる、恩苗魚の大極図は、朝鮮固有の模様であるとの主張があり、証拠として、大極図説の戦術より古い白木時代や、くだら時代に作られた遺物を挙げている。 来志対局図名の来地徳、号は、苦闘。1525年から1604年が作った対局図で、円図とも呼ばれる。円環上に描かれ、内円中の空洞が対局を表し、円環内の黒白の色が、陰陽両儀を表す。円環内を上下に貫く黒白の二線は、影が極まれば、火が生じ、火が極まれば、 影が生じることを表し、円環全体で気が生じしていきまず、永遠に循環することを示している。個体極図を研究して作ったと言われるが、個体極図で気が外側から生じ内側へ向かって広がっていくのに対し、この対極図では内縁の対極から気が生じ外側へ向かって広がっていく。来一徳はこの図が成人が液を作った原理を表し、 力小数、恩苗老少、往来身体、常変結鏡、すべてこのうちに備えられているとし、この図を使って様々な事象を説明した。例えば、不次八景対極図では、円管内の角笛上の四つの領域を、太陽、小陰、小陽、太陰の四像に当て、外縁の外側に、不次先天八景を排すことで、対極領義マイナス四像八景の生成論を、 表した。また、文王八景対極図では外側に八景を、文王皇天八景方位に配し、黒線を幼中に影があるり、白線を影中に火がある関とし、三角、死により出ずといった東に配された芯から始まる、東西南北、春夏秋冬の循環、及びその属性である木かど金水の五行総称を表した。 その他に十二時達や二十四節気を円外に配して一日気象の明暗を説明する図や一年気象の干渉を説明する図なども作られた。音名魚の対極図は歴史的に中国から文化的影響を受けてきた中国文化圏に広く普及し中国やその周辺諸国で国旗やそれ以外の公的な図案に用いられてきた。国旗としては モンゴルの国旗やチベットの旗の一部に描かれ、過去にはトゥバ人民共和国国旗にも小さな対局図が描かれていた。他にも公的機関の旗として、中華民国の国防大学が後期の中央に対局図を配しているほか、過去にシンガポール空軍の空軍機や国籍識別表、上海市大同政府の政府機でも対局図をあしらったマークが使用されていた。 なお、太極旗という名称の韓国国旗にも太極図が用いられているが、こちらは韓国では、古来から朝鮮人が伝統的に使ってきた模様を落とされ、中国からの影響を否定する主張がある。中国では、精進料理、薬膳料理、長州料理のスープや、料理の盛り付けの際に、陰陽魚の太極図を描くことがある。また、中国の胸劇では、 新鮮や極めて優秀な頭脳を持つ軍師、占い師を演ずる俳優は衣装や化粧に対局図を描くことがある。例えば、強撃に登場する諸葛孔明の八景と頭巾には対局図が刺繍してあるほか、脅威の顔の隈取りには額に小さな対局図が描いてある。対局機、対局模様は中国由来ありがとうございます。